なんか年収300万円で4人子育てをするっていうのが無理ゲーなんじゃないかみたいな話が盛り上がってんのと、自民党の世耕さんですかね、年収1200万はめちゃくちゃ金持ちでタワマンに住んでてがですね、世耕広重さんがそんな奴に児童手当やってもしょうがないみたいな、子供手当かやってもしょうがないみたいな話があったりとかして、所得制限をするかしないかで結構ごちゃごちゃしておりますけれども、私からするとですね、年収1200万で子供バンバン産む人たちめちゃくちゃいいじゃないですか。2人目産んで3人目も産みたいと思ってる人たち、この手当があったら産むっていう人たちもいっぱいいるわけですから、産みたい人に産ませとけばいいわけですよ。ただでさえですね、日本ってまだ合計特殊出生、出生率 1.3 ぐらいはまだあるんで、まだね、東アジアの国からするとマシな方ですよ。韓国なんかとっくの昔に位置切っちゃって大変なことになってるわけですから、そう考えるとですね、日本人は子育ての環境も良かったりとか、めちゃくちゃ競争が激しいわけもでもなくてですね、子育てしたいって言ってる人たちがいるわけですから、その人たちに任せときゃいいわけですよ。もう大事なところ まず僕はね、結婚して子供は作んなくてもいい派なんですけど、子育てをしたいとか子供作りたいとか少子化はダメだと言ってる人たちはですね、ぜひですね、所得制限はなくしちゃってください。そしてこれ煩雑な事務手続きが必要になるんで、官僚の組織がまた天下りの団体とかできちゃったりとかして大変なことになるんで、所得制限ならない方がいいんです。もう人口減少問題、労働力不足問題もこれは移民で解決するしかありません。外国人実習制度とかね、いろいろごまかしながらごまかしやってきましたけれども、ちゃんとした移民として受け入れてですね、日本人を増やしていくと、日本に居住している外国人だけど日本人みたいなもんじゃないですか、増やしていこうと、そういったところをですね、頑張っていくしかありません。そしてですね、年収1200万の人っていうのはもう半分ぐらい税金で持ってかれちゃってるんで、そんなに豊かじゃありません。逆に年収300万円ぐらいになると税金が税率どんどん落ちていっちゃってるんですね。例えば小学校とか中学校、公立行けばですね、公費助成されますし、ほとんどお金かかりません。さらに言うとですね、ちょっと郊外に行けば子供が4人いたとしたらね、6人が暮らせるようなですね、ちょっと狭いですけれども、そんなね、一軒家とかで一人一人に部屋があるとかじゃないですけども、子供だったら全然大丈夫みたいなアパートとかね、住んでもそこまでお金かかりません。そういう風に考えるとですね、携帯代ね、めちゃくちゃお金がかかってたりとか、例えば MVNO とか使ってなかったらね、格安携帯ってやつですよ、なんか電波繋がりにくいんじゃないかとかね、ごちゃごちゃ言ってる人たちいますけれども、アハモとかね、 LINE もとか、その辺の家族割でねやって通話とかしなければですね、あるいはね、 LINE もとかだったら LINE 電話とかなんかタダだったりとかするわけでしょ。そういうの使えばですね、めちゃくちゃいろいろ安いメニューっていっぱいあるわけです、携帯キャリアとかでも。とか節約する方法はいくらでもあります。持ち家持たない、毎回いらない、そういった生活環境を選んでですねやれば、僕は別に 年収300万円とかで、逆に年収300万円と年収1200万って思ってるよりも差はないです。というのはやっぱ税率がめちゃくちゃ上がっていくわけですよ。お金稼いでる人たちは税金の負担額、税金以外にも社会保障費ありますし、40歳超えたら介護保険料もかかってきます。そして健康保険料とかも年金とか、どんどん負担率皆さん上がってきてるの で、これから物価高になってくるじゃないですか。なので実はですね、そんなに年収高い人たちと年収低い人たち変わってません。ちゃんと出しましょうっていうことと、移民をどんどん受け入れましょうっていうことです。ということで、よろしくお願いします。